柏高島やステーションモールとは、千葉県柏市末広町の東武鉄道柏駅駅舎と一体となっている、東新開発株式会社ウニエの駅ビル、複合商業ビルである。高島や柏店と駅ビルからなる旧、柏ローズタウンを改修、発展させる形で1992年に開店した S 館、本館、新館の3棟で構成する。本館は、 駅とは別当のデパート高島屋柏店である。ステーションモール開業の1992年から2015年2月までは T 館の故障であったが2014年から進められているリニューアルが2015年3月の婦人靴売り場リニューアルにより完結したことに合わせ現在の本館に解消した。高島屋柏店自体の開店の方が早く1973年に 開業しており、1992年に、柏高島屋ステーションモール開店と同時に、それを構成する一部として組み込まれたものである。その後、2008年10月に、かつて理想な銀行があった場所に12階建ての新館を開業した。そのため現在の店舗フロアとしては、本館と駅ビルである S 館の頭文字の S 館専門店と S 館高島屋。 新館の4部分に対別できる。S 館高島屋は、1979年に、高島屋柏店と合わせて、駅ビルとして開業した旧、柏ローズタウンの専門店フロアの部分である。1992年の開業当初は、S 館 TX と呼称していたが、前述の2015年3月のリニューアル後は、TX を外し、S 館高島屋と解消した。 TX は1992年開業当時からのものであり、2005年に柏市を経由する路線として開業したつくばエクスプレスとは無関係である。S 館専門店にはファッション関係を中心に店舗があり、建前で各店舗としている高島屋とは異なる。比較的若い女性向けブランドを特徴とする。S 館専門店は、 柏駅の東武鉄道の打線の駅舎と一体であり、1階には半奥内型のバスターミナルも抱える。駅、バス乗り場については、柏駅を参照のこと。なお、1階にあった映画館、柏ステーションシアターは、近隣のシネマコンプレックスの影響により、2011年9月15日に休館し、2012年3月31日に閉館した。跡地は、 キネマ巡報社が買い取り、2013年2月に TKP シアター、柏はサポーテッドバイキネジュンとして、キネマ巡報おすすめの旧作映画を上映するシアターとしてリニューアルした。2007年8月3日に東急ハンズが7から8階にオープン。これに伴い、米フムのサテライトスタジオ、K ウエストは流山大高の森ショッピングセンターへ移転した。 2016年に競合店だった祖母柏店が、2018年には、松戸市にあった伊勢丹松戸店が閉店したため、それ以降は、柏市、かつ、千葉県内の常磐千円線地域で、唯一の百貨店である。千葉県内でも3店舗のみの日本百貨店協会、加盟店舗の一つである。2021年現在、柏駅西口北地区では、 市街地再開発事業が予定されており、高島屋についても、本館を9メートル交代すると同時に建て替えすること計画されている。そのため、高島屋も再開発準備組合に理事として参画していたが、2020年12月頃に、現時点で想定される計画案には賛同できず、離脱したいとの申し出があったことから2021年4月に、組合から離脱したことが、 同年6月に報じられた。新館12階建てとなっているが、2階は駐輪場、地下1階は駐車場である。上層階は主にレストランとなっており、3階から8階はファッション関連が中心である。1階は前述の通り、理想な銀行となっている。S 館3階にある東武鉄道の改札口、S 館1階にあるバスターミナル8階建てで、地下のフロアはない。 7.8階は東急ハンズや科会院、レストランなどとなっており、3階から6階は主にファッション関連の店舗が中心である。2階については2018年11月27日にフードストリートとして食品フロアとしてリニューアルされた。1階は東部バスのバスターミナルとなっているほか飲食などの店舗がある。建物自体は 前述の通り旧ローズタウン同様に8階だけであるが S 館高島屋として扱われるのは6階までである。こちらもファッション関連の店舗が中心であるが、口述する通り百貨店業態での営業の一部を担っている。本館1階にドトールコーヒー、4階にビューティー関連の店舗が入居している。キネマ巡行シアターに関するカテゴリー、ありがとうございます。